代理が趣味のお店なので自分が長く続けていけるお店なのかっていうのは、そういう目線で見た方がいいかなと思いますね。こんにちは、パパラッチ先生の丸ごとダイビング TV インストラクターの宮本です。このチャンネルではダイビングを始めたい方や初心者ダイバーの悩みを丸ごと解説していきます。宮本さん、はい、ダイバーの友達が仕事の都合で引っ越すんですけど、はい、おお、なるほど、はい、新しいところでダイビングショップ探すのがちょっと不安なんです。そうですよね、不安ですよね、はい、ダイビングのお店探さないといけない時とかってあると思うんですけど、はい、例えばヒロシ君の友達みたいにお引越しだったりとか、はい、海外でライセンス取った方とか自分の家の近くでも探さないといけない。そうですよね、使ってたお店がなくなっちゃったとか、ああ潰れちゃった、そう、はいはい、ライセンス取ったショップがちょっと自分に合わなかったりとかね、はい、そういうのも出てくるかもしれないね。でもなんかダイビングショップを変えるってちょっと敷居が高い感じするんですよね、うん、あ、分かる。じゃあ今日は新しく通うお店を探すのが不安な方の悩みを丸ごと解決していきましょう。お願いします。お願いします。ショップ側から言わせてもらうと、もうね、基本的にはもうね、大歓迎。大歓迎。そう、ぜひ来てください。あ、いいんですね。いや、全然来てほしいです。新しいお客さんが増えるというよりは、仲間が増えるから嬉しいみたいな、そういう感覚に近いですよね。あ、いいですね。うん。そういうオープンな感じ。そう、だからもう全然、うちは全然大歓迎なんですけど、はいはい、お店によっては、歓迎じゃないとは言わないけど、常連さん優先でやってるから、みたいなのはあるかもしれないですね。あ、なるほど。お店を探したら一回お電話かメールかで問い合わせはした方がいいと思いますね、はい、フラッと行ってもいいもんですか？全然 OK、 全然 OK。 ただやっぱりフラッと行くと先にお客さんがいたりとかすると待っちゃうこともあるし、あ、そうですね、問い合わせするときにできればもう来店の予約もできれば取っちゃうのがいいかなと思います。予約がいっぱいだと当日話が聞けないことも出てくると思うし、まあそうです、こっち的にもやっぱりね、せっかく探してきてくれてるんだからちゃんと話したいんですよ、はいはい、ちょっとうまく話ができなくてあーってなっちゃう方がやっぱね嫌なので、まあ美容院とかと一緒のイメージでできれば予約をしてもらうといいかなと思います。歓迎されるって分かっただけでもちょっとハードル下がりました。あ、本当ですか、よかった、ウェルカムです。ちなみにお店に行った時にはどんなところを見たらいいですか？全体のお店の雰囲気だったりとか、スタッフとか他のお客さんがいるようだと、はい、まあ、その人の中に自分が入りやすいかなみたいな雰囲気ですかね。そういうためにもやっぱ一回お店には行った方がいいかなと思います、うんうん、そうですね、うん、話を聞く中で例えばどんなダイビングツアーを開催しているのかとか、はい、どんな場所に潜るのかとか、はい、あとは今の自分に合いそうなダイビングツアーとか講習を開催しているかとか、うん、自分が初心者なのであれば、はい、初心者向けのダイビングツアーがあるのかとか、あ、僕は今それ大事です。あ、そうですよね、はい、ヒロシ君が上手になった後のダイビングツアーなんかも開催してくれるのかどうかっていうのも大事ですよね。お、なるほど。そう、ダイビングが趣味のお店なので自分が長く続けていけるお店なのかっていうのは、そういう目線で見た方がいいかなと思いますね。わかりました。来店の予約が取れたら持ってって欲しいものがあって、持ってくもの、そう、はい、まず一つ目がですね、これです、はい、Cカード、はい、まあ、自分が持ってる一番上のダイバーランクのカードでいいので、うんうんうん、これ必ず持ってってください。あ、一応証明ですね。そうですね、もう一個はですね、ログブックですね。ログブック、これもダイバーになるときに必ず書いてると思うので、これも持ってってほしいです、はい、一番最後にいつダイビングをしたのかっていう記録をつけてるものなので、こっちも気にしたいところです。最後のダイビングいつっていうのを証明するんですね。そうですね、わかりました。あとは必要なら診断書、これもダイビングライセンスを取るときに必要であればお願いをされてる人もいると思います。うん、持病がある方なんかは1年に1回取ってると思うんですけども、はい、直近で1年以内取得しているものがあれば取り直さなくてもいいので、うん、取った時にはねコピーなんかも取っとくといいですね。わかりました。お店が決まったら、このお店のツアーに初参加する時の注意点なんかも話していこうと思います、はい、それはですね、もうぶっちゃけお店によって様々なんですけど、どのツアーからでも大丈夫ですよっていうショップもあるし、はい、あとはダイビングスキルの確認、チェックダイブという言い方をするんですけど、チェックダイブをしたいので案内するコースが決まってるショップなんかもあったりします。ビーチダイビングでゆっくりやりましょうみたいな感じ。そうですね、大体がやっぱり初心者のダイビングポイントで、季節とか一日の流れとかも案内したいっていうのもあるので、そういうのが決まってるショップもありますかね、はい、前回のダイビングから半年以上期間が空いてしまっていると、はい、どんなダイバーでもリフレッシュダイブっていうスキルの復習から入るようなダイビングをしなきゃいけないんですね、はいはいはい、なのでベテランだからとかプロだからどこどこに連れてってくれみたいなのはちょっとできないですね。プロだったらなんかパッと連れてってくれそうなもんですけどね、気持ちはわかるけどね、はい、こっちも初めてなので、ちょっとそこはねまず最初慎重にやらせてもらいたいですね。なるほど、お互い様はね、そうですね、ありますよね。そうですね、はい、
ダイビングショップっていうのは趣味のお店なので、はい、そこにいる人たちはもうダイバー仲間なので、うん、ダイバー仲間がね集まる場所に自分は気軽に遊びに来るっていう感覚でいてほしいんですよ。いいところですよね。そうですね、本当に、うん、ダイビングが好きでみんな集まってるんですよ。そうですよ、うん、話だけしに来る人だっていっぱいいるし。そうなんですか。はい、まあ、それだけでもね僕たちも全然大丈夫なんです、うんうん、お仕事の休憩中とか、うん、帰る前にちょっとお茶しに行くとか、うん、たまにいらっしゃるのがその奥さんの美容院終わるのをなんか待ってる間に時間潰しとか。このものですね。そうですね。あとダイバー友達とのこう待ち合わせ場所を使ったりとかする人もいますね。ショップ集合ねみたいな。僕の友達も引っ越した先でダイビングショップ探すときは気軽に問い合わせてみればいいってことですかね。そうですね。わかりました。はい、というわけで本日は新しいダイビングショップへ行くのが不安という方への解決方法を紹介しました。ご参考になりましたでしょうか。いろんな理由でショップを変えなきゃいけない、変えざるを得ないっていう方出てくると思うんですけど、自分のライフスタイルとかダイビングスタイルに合うショップっていうのは絶対見つかると思うので、諦めずにね、ぜひ探していただけるといいかなと思います。特に初心者の方っていうのはやっぱ不安な気持ちも大きくて、尻込みしちゃう方も多いと思うんですけども、それだとやっぱりいいお店には出会えないと思いますので、ダイビングは初心者に優しいと思います。みんな最初は初心者だったので勇気を出してきてください。ということでこの動画が参考になった、勉強になったという方はチャンネル登録、高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せなかった内容も LINE で配信していますので、よかったら概要欄から LINE 登録をしておいてください。このチャンネルで取り上げてほしいテーマ、質問などありましたらコメント欄に入れていただければ今後の動画の参考にさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぶっちゃけ、はい、本当にみんな気軽に来るんですか？気軽に来ます。はい、僕がいるその厚木店とかは目の前にイオンがあるんですけど、はい、みんなあの夕食の買い物ついでにチャリンコできます。はい、そんな気軽にみんな。そんな気軽、そんな気軽ですよ。ダイビングの予定がなくても遊びに行っていいんですか？全然いいと思いますね。なんか電車止まっちゃっていつ動くか分かんないから休憩がてな。あ、でその間はでもお店でスタッフの方とダイビングの話で、ダイビングの話してますね。あ、いいな。まあ、ダイビングじゃない話することもあります。あ、そうですか。学校どう思うとかそれぐらい気軽に遊びに行ってもいい、うん、そんなお店を探してもらうといいと思いますね。宮本さんのお店で、はい、一番ちょっと変わった理由で遊びに来てくれた人ってどんな人？ Wi-Fi をもらいに来た人がいますすごい理由ですね。なんか、自分の会社に戻るのに申請をして許可が必要らしいんですよ。申請するのが面倒くさくて、あの Wi-Fi 環境があればどこでもいい、仕事はできるので、ここで Wi-Fi もらって仕事していいですかっていうのがありました。なるほど。はい、僕が東京店にいた時に水中写真家の鍵井康明さんが、はい、スマホの充電だけさせてくれって来たことありますね。すごいですね。その間を喋ってたんですけど、まあ、せっかくあのうちのお客さんが撮ったフォトコンテストもやってたんで、はい、写真家さんにあの投票してもらいました。いいですね。はい、そんなスマホの充電だけででもいいと思います。全然いいですね。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。